お疲れ様です。ポンテです。信長の野望波動実況していきたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。はい、メンテも終わりまして、こういうお知らせも、はい、昨日来ておりました。シーズン2の形成決着についてというものなんですけど、はい、シーズン2、まあ大体3ヶ月ぐらいで終わるだろうって、まあ5月いっぱいぐらいじゃないかな、みたいな話を、まあふんわりしていまして、やっぱりそのぐらいに終わりが来たというところになります。まあ、これ僕らのサーバーだけなので、他のサーバーの方はですね、もうちょっと後に来たりとか、まだシーズン1だよっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、このゲームの難しいところですね。僕たちはそうですよって言っても、それ以外のサーバーの人はまだまだその時に来てないよ、タイミングがずれちゃうんですけど、まあ、とにかくまあ、シーズン2もやっぱり3ヶ月間で、はい、次の、シーズン3が来るというところははっきりしたわけですね。1年に4回のシーズンっていうのは、大体見えてきたかなと思います。で、シーズン1と同じように、だいたい2週間ぐらいですかね、ガチで戦う感がありまして、はい、おおよそ2週間もないですね、1週間ぐらいですかね、1週間10日ぐらいか、まあ、10日ぐらいのですね、天下騒乱というガチで戦う期間があって、ここでバチバチで戦って、まあ、これまでは遊びだと。こっからの10日間の、成績次第で、まあ、順位が決まるよみたいな、大名家順位が決まるよという、激しい戦いを予告されたようなですね、そういう勝負になるかなとは思います。で、形成決着って29日から31日の間、まあその後のですね、なんていうんですか、ウィニングランみたいな期間になるのかなとは思います。で、まあここはいいんですけど、まあそうだよねってとか、そこは騒ぎはなかったんですけど、まあ騒乱東洋っていうところがありまして、これ何かっていうと、シーズン2部署ピックアップ、限定ミッション達成、添付900部署は確実に手に入る。まあまあまあいいですよね。もうお金を出しても買えるというところになります。まあ皆さん、欲しがってた人もいるんじゃないですかね。織田信長の三段打ち。僕、運よく結構出たので、はい。結構便利に使わせていただきました。鉄砲信長。シーズン1で整えた信長が不要になると言われたぐらい有用なですね。信長も今回の騒乱というより手に入りますし、はい。斎藤道三っていうね、同士打ち使えるのかな。もうできますしね。明智光秀っていう、まあバランス型の、明智光秀は信長の次か、斎藤道三の次ぐらいに使えるんじゃないかみたいな、素敵な武将も手に入るという、いいじゃないかっていう。まあいいじゃないか。これは手に入りやすくなると。ここまでは良くなります。で、これはいいんですけど、まあ、天下騒乱交換所っていうところもね、交換報酬として、いろいろもらえると、シーズン2の。まあそれはいいなというところではございますけれども、ちょっとですね、ざわっときたのはこの1行なんですよね。シーズン2部署はシーズン3では名称投与や領章投与、交流からは入手できなくなりますと。はい。交流から入手できなくなるというところが結構注目で、シーズン1の武将っていたじゃないですか。織田信長とか武田信玄とか、まあ皆さんが、リセマラ手に入る人。ああいう人たちは手に入るんですよ。シーズン2の交流でも。だからシーズン1で、まあ、機長とかは出てたのかな、まあ、その辺の特殊部署は除いて、信長にしても武田信玄にしても、シーズン1部署はシーズン2で名称投与とか領章投与、交流が手に入れられたんですね。だからシーズン1で育てきらなくても、シーズン2でカンストしたとか、シーズン2で星を重ねたみたいな結構いらっしゃるんですよね。ただ、シーズン2部署はなんと、シーズン3ではですね、出てこなくなるんですよ。交流とかからも。はい。なんで、もう手に入る手段が、例えば復刻投与みたいなのあれば別ですよ。でも通常の手段では絶対手に入れなくて、例えば交流とかでちまちま集めてて、例えば980ぐらいまで織田信長の鉄砲信長を手に入れて、あともうちょっと20だとか言っても、もうですね、シーズン3では手に、交流とかで手に入らなくなるんですよね。っていうことでも、今まで交流でちまちま貯めた人は、ウェーって悲鳴上げてますし、シーズン2で結構、まあ、ここで課金して、星を3つ4つ重ねて、まあ、カンスト目指すぞシーズン3でっていう人も中途半端な状態でこういう鉄砲部隊が止まっちゃうというところになります。なので、はい、シーズン1の織田信長とかが、まあ、カンストを簡単に目指せるのに対して、シーズン2のこういった部署は復刻のガチャを除けば、はっきり言ってこう中途半端なところで止まっちゃう人がほとんどというところになりますね。はい、僕もですね、まあ本当信長とか光秀とか、まあまあ結構便利に育ててて結構好きなんですよね。はい。よいしょ。で、こういった武将がですね、よいしょ、騒乱のところで、まあ、今のところは手に入りやすくなってはいるんですけれども、まあ、織田信長とかね、育てきった人はいいんですよ。育てきった人はいいんですけど、中途半端に、このね、
入手した人とか、まあ、また手に入るからいいやみたいな感じで一旦こう溶かしといて、はい、秘伝とかにしちゃった人、信長とかね、した人はまた後で手に入らない、もうシーズンする来月からはほぼ普通の手段では手に入らなくなります。はい、なんでね、この霊利狡猾みたいなところもね、まあ使えるんですよ、やっぱり優秀だから、シーズン2の武将溶かして優秀だから、そういうのにしてまた後で重ねればいいやみたいなふうに思った人もいるかもしれないんですけど、もうなかなかですね、はい、もう貴重品になってしまうというところですね。非常に危ないというここが結構荒れてる感じになってるかなと思います。どうしてこういうことをしちゃったんですかね。はい、なかなかもうみんな手に入らなくて悲鳴を上げちゃってるっていうところが続いちゃってて、なんか僕のいるディスコードとかね、まあ、もしくは公式ディスコードのところもそうだし、ね、自分の一門のディスコードのところでもちょっとここの辺とこざわついていて、ツイッターとかでもどうなんだろうみたいな話をしていてね、その辺ところはめちゃくちゃ気になるところであります。皆さんどう思いますこの辺ところ。はい、割とこう注文が多いところかなとは思いますけれども、はい、まあ、どうなんですかね、どうなんだろう、コツコツ交換してきた交流ポイントが、まあ、無駄になるっていう感じなんですかね、まあ、もしくは、まあ、意見としては、まあ、レアキャラと同じ扱いになって、まあ、貴重とかね、まあ、なかなか僕貴重手に入れられないんですけど、一つだけ手、この前やっと手に入れて、まあ、そういった感じでですね、たまの時にガチャに突っ込めみたいな、そういう仕様になってるのかなとは思います。まあ、ここ意図2つあって、シーズン2以内でもう頑張って揃えてくださいってこう課金を促す意図、まあ、確実になると思うんですよね。もうすごい貴重品になると思うので、シーズン2で必ず完走してくださいね。今しか手に入りませんよって、限定商品ですよ。シーズン2限定商品ですよ。みたいな感じで、はい、武将を煽っているっていうのが一つあるかなと思います。もう今のうちじゃないと、本当、ガチな話、シーズン2中でもうマックスにしとかないとね、あとで難易度がめちゃくちゃ、はい、大変になってくるのかなとは思うんですけれども、もしくは、シーズン3で、超貴重品になってそこで稼ぎたいみたいな意図があるのかなとは思いますけどね。で、まあシーズン3で明智光秀大砲型とかね出てきたり、シーズン3大砲型を織田信長とか出てくるので、まあ、その時になったら使い物にならなくのかなったら嫌だなと思うんですけどね。まあシーズン2でこう課金を煽っておいて、でめちゃくちゃ星をですね乾燥させておいて、でシーズン3になったらまたシーズン1みたいに同じSSR 織田信長、かっこ大砲、大砲信長が出てきて、せっかくこうシーズン2でね、ガチガチ、もうシーズン3で出ないっていうから頑張って課金した信長が役立たずになるみたいな。それはちょっと一番悲しいシナリオかなと個人的には思ったりしています。はい。といったところですね、皆様、これについていかがお考えでしょうか。なんか、煽ってるわけじゃないですよ。なんか、みんな不満じゃないですか、これ、みたいな感じでなっちゃうのは、それちょっと本意じゃないんですけど、あまりにもね、なんかこう、もうちょっと、もうちょっと緩やかにしてほしいと思いますよね、課金を。まあ、1年かけてきっちり育て上げてみたいな、そういう緩やかな感じにしてほしいんですけど、シーズン2、3ヶ月の中で一気に課金して、編成、5部隊編成させてくださいとかね、一気にこう揃えてくださいみたいな感じでしたら、お金がいくらあっても足りないんでね、でお金がいくらあっても足りないみたいな、そういう感じの、ゲームになっちゃってるのは少し悲しいのかなとは思います。というところで、騒乱投与が来ていますね。もし、明智光秀、まあ、これでいったら、シーズン3から手に入りづらくなるので、ガチャガチャ課金して、今のうちに手に入れていただければと思いますと、まあ、通り一遍のこと言いますけど、僕はしないですね。星3ぐらいのところで止まっちゃってるかなと思いますけど、残念ながら。というところでね、はい、信長の野望、波動の、シーズン2武将レアキャラ化のお知らせでございました。まあ、引き続き皆さんのご意見とお待ちしております。すいません、今日はありがとうございます。失礼します。今日は軽いです、動作比較的。ありがとうございます。